GTX1050 だったかな、1050か1060の、もう絶対動くそれは。G チューンが14万ぐらい。いいでしょ。でいい、ね、ハードディスクが1テラ、うん、SSD も240ついてるし、うん、十分でしょ。十分と思うけどな。これ放送するならっていう感じだよね。もう結構それで確定しようかなって感じ今。俺のパソコンが11万か今、俺が2年前に買ったのが。2年使ってる？うん。変えよう。もう完全に旧式だよね。手と同じやつ買う？いやもうそんな資金ないから。手と同じやつ買う？14万。まだ安い方でしょけど、まあね、今年いっぱい頑張れば貯金少しはあるかもしれない。いやこれでやっと PUBG できるでしょ。多分編集とかもちょっと早くなりそうだな、うん、で2台そりゃ処理速度が速くなるからですよ。うん、2台仕様でいけるから、いろいろ効率化できていいわ。FF14 もできるしね。あれはそんなにスペックいいFF14 出撃する機体を選んでください。あんのかな、知らない。出撃する地点を選んでください。FF14 最初はあれだな、2010年出てる。もうめっちゃ7年ぐらい経つやん。うん、でも1回サービス終了してんだよこれ。、うん、終わったん1回。うん、で、うん、もう作り直されたやつが12年に出てるかな、2年後に。うん、だから最初は黒歴史だから、今できるのがバージョン 2.0 から。1.0 はもうないんや。ないもんです。プレイすらできない。で、6月に出たのが 4.0。で、ドラクエも今年の12月頃に 4.0 が出るっていう噂やけど。4.0。で、10? うん。10まだ続くんだ。続くよ。もう終わりなもんだと思ってたわ。11出るしみたいな。うん。あーやばい。まあ11はオフラインだからね。言うて。そうあーそう。だ。死ぬ。うわジオいる。暴れてるよ。うん、帰ろ。おい、ネットガン使ってんじゃねえよ。ジムヘッドめっちゃ強いから。強い。これめっちゃ強い。ジオ止めれるから。そりゃそう。あぶねえ。ああ回復したい。出落ち感半端ねえそれ。速攻切られた。けどさ、あとモニターとかも買わなきゃいけないじゃん。うん、まあ全部含めたらほんと15、6万ぐらいになるな。いやけどほんと PUBG がやりたい。ではゾンビモードやりたいんだけど。ゾンビモードはクソゲー。おもんない。おもんないことはないけどね、あのプレイヤーが勝つしかないから、
え、あれコンピューターなん？ゾンビモードって。違う、相手ゾンビ対あの人、あのゾンビ側も人間、全員人なんだ、全員プレイヤーなんだけど、うん、あのゾンビ側が勝てる要素がない。弱いってこと？弱いところの話じゃないよね。もう詰んでるもんね。危ねえ。僕はミサイルでやられたよ。ミサイルとか切っちゃえばいいんだよ、ミサイルなんか。切り払いしたよ、うん。切り払い機能実装。ゾンビモードね。ゾンビがパンチしかできねえんだけどさ、うん、パンチってさ伏せたら当たんねえんだよ。もうその時点でもう終わってるでしょ。伏せたら当たんないのどうやって勝ててんの。しかも相手は武器持ってんのに。まあけどそのうちさ拾うようになるんじゃない、ゾンビも相手も。まあ、アイテム拾わないにしても、あの、ずっと回復するとか、移動速度が速いとか、めっちゃでかいゾンビ出てくるとか、伏せてる敵にも当たるとか。まあまあまあ、まだ改善の余地ありと、うん、いうことだね。テストモードみたいなもんだから。もうやりたいんだけど、早く。やればいいじゃん。できねえもんだって。止まるんだもん。ちょっと後でつけてみる？うん。ジオ来たー。あ、止めるわ、エテが。エテが止める。左だー。遅え。やった。いいものが。おってに。ああ死んだ。ああインファイトに弱い。ジムヘッドインファイトに弱い。使い割れる前に貼ってみる。ほんで今ペイルズ使ってるんだけどさ、うん、めっちゃ強くないこの機体。そうなの、うん、さっき銀図出たけどめっちゃ強い。これだね、ビームライフルあるやん。うん、弾速がめっちゃ速いんだけど。マジかよ、昔のヘビーライフルみたいな感じか。これほんとだ、速っ。けどね、ロックオンがね、意味をなしてないから。マジ、エテ向きだよね。どういうことロックオンが、本当に強化すらできないっていうか。あー、ロックオンはあるんだけど、うん、ほんまにはい、プロ。うわ、調子乗ってるわ。たださ、弾速めっちゃ速いからさ、うん、本当に射撃、ほら、PUBG のさ、うん、実弾撃つみたいな感覚だと思うんだけど、わかる？俺、PUBG 当たんねえから。雑魚。雑魚やからよ。エテの方がうまいんじゃない ？PUBG。俺、スコープないと当たんねえから。4倍スコープでちまちま遠くから撃ってるのが一番だから。4スコで。で、これでさ、変形させたら3点式になるの。怖っ。3点式。ただブレるけどね。だから手は使わない。あ、来てる。で、これオール発射みたいなさやつもあるの、うん、オール発射武器が。あ、やばい。あー、ちょ、ヘイヘイ。あ、死んだ。消えた。あ、3番行くしかないな。
そういえば今日の無料ガチャ引いてないわ。あと何の天空。あ、押しとる。天空。剣一本出た。きっしょ。今ちゃんとつ。きっしょ。おい、ジャンの天空剣貫突だぞ。きっしょ。なんなん、ジャンさんいつからやってたあれ。知らんかってんけど。結構前からや。なに、エテオリコさん？もしかして。一番最初にロトの装備が配信された頃からやってる。あ、めっちゃ子さんやん。子さんユーザーやん。それで、リセマラしてて、ロトの盾出たのに、うん、武器の方がいるって言われて、うん、リセットしたね、また。バカじゃん。ロト盾とか神盾やから。そう。うめうめうめ。はい、勝利。あー、ちょっと回復して。無理、俺今ジムキャン。ワイズマン、やば、やられる。そうなんや。ちょ、言って、天空剣持ってねえし、ロト盾もねえし。まあその代わり天空盾はあの2枚目来たけどね。ジャンの天空盾も持ってるし。うざうざ。え、ちゃんとさ、ちゃんとやってる？あのにわかプレイとかじゃなくて。じゃ、にわかプレイで源流倒せねえだろ。まあ確かに。そうだから、だってツイッターでさ、規制だ言ってたやん。うん、うん、だって俺の鍵で行ったもん。ちゃんとやってんだ。うん、ムカつくわ。ちょ、んじゃ行こうよ、源流今度。源流あれだぜ、ジャンの鍵あるとか言ってたけどないとか言ったから。 Y が持ってるよ。うん、 Y2 本持ってる。うん、てか鍵は一通り持ってるから。うん、でも源流っちゅってもなんか魔王級より弱いらしいよあれ。うん、そう、魔王級はさ、マジで強いやん。うん、あの動画見てる限り、うん、さ、めちゃくちゃ強いからさ、もう行く気が起こんない。うん、まあ、そのうち行くけど、まだまだちょっと早い。うん、どうもギガ伝説と魔王の間ぐらいっていう話。うんうん、レーダー援護します。援護します。援護します。邪魔しますの話。間違いだ。またミサイルか。あー、あと一発死ねえ。うん、よ、よし。もうマジでだねえじゃん、バカ野郎がよ。あたんね。ちゃんと殴られとくよ。ほんまや。え、抜けてんじゃん。抜けてんじゃん。抜けてんじゃん。ちょっと。ちょっと。召喚でしょ？カズリだから。3番踏まれる。あ、やばい。こいつ処理しねえ。クローズをしてた。ちょっと邪魔。知らん。修理して。そっちだよ。初期ジムなんか壊せ壊せ。エテ、エテが一番生き残る機体だから、こいつが。一番長生きするから。わかんない。毎回。一番乗り捨てていい機体じゃねえか。あ、ジオ！ジオ行ったよ！ジオ来たわ。待て！よし、死んだわ。ケンプファーも来てたわ。おばい。ちょっと下がろう。なんでこんなとこいんだよ、バカなの。うわ、うざ。おい。
はい、死んだ。これは死んだ。うわ、マリンタイプにやられたよ。なんでそんなとこでミサイル垂れ流してんだけどわ。シルビじゃん。うん、シルビシルビじゃん、それ。シルビだよ、これ完全に。ちょっと今何支援？違う、教習。ちょっとアトラスガンダム乗るんだけどさ、速攻やられて全然使えないんだけど。今無理。無理。クマは。ちょ、このアトラスもめっちゃ強いで。うん、チャーバズ、チャージビームバズーカ。うん。これめっちゃ強いで、本当に。はい、ジオ覚醒しますね。あ、チェインマイン食らった。うわうわ、いいよ、ジオ倒した。ネモでジオ倒したらいいだろ。あ、まあまあ、まあ許そう。おい、レーダー置いたのもう全部壊されてんだけど、どういうことやねん。マジかよ、ジオン優秀すぎん。ちょっと優秀やな。うわ、ファンネルうざ。ファンネルだけは許しちゃいけないからね。マジフィンファンネルだわ。流行りつつあるね。マジフィンファンネル。マジフィンファンネル。ただこのさ、こいつのチャージビームバズカうるせえんだよな。うまいわ。教習でチャーバズってどうなんですか？これ、うん、めっちゃなんかね、だからチャージビームライフルみたいな感覚、チャーバズなのに弾速めっちゃ速いからめっちゃ当たるで。エテでこんだけ当たるって言うんだから相当でしょ。相当。ジオで、なおかつさ、うん、普通のビームライフルがさ、うん、ヘイルズのやつで同じだからさ、スナイパーライフルみたいなビームライフルが変形できるし、玉切れです。相手に言われても、ああ補給機壊れたか、行こうと思ったのに。マジ？ちょっと待って、ちょっと勝ち筋見出すわ。勝ち筋見出すわ。ちょっと待って、3番、これ3番もういらねえか。 X だよ。 X 壊しいんだよ。 1だね。1取らずに X。 いける。うん、行こう。ちょっと勝ちたい。うえうえい。かっけえでしょこれ。持ってる、これ、この機体持ってねえよ。めっちゃ優秀だから。レーダーを、レーダー回してねえよ。回そう。ミサイル、ミサイル飛んできてんじゃん。当たるかんな、ミサイル。ピコピコうるせえな。どこだよ。またかチェーンマイン。巻かれてやんの。なんなんこいつ、めっちゃうまいやん。別に突れるんだったら Z でもいいんだけど。あ、もうこれワンチャン核に核ちょっともう、うん、バキバキに援護して、バキバキに援護して、じゃあバキバキにそっちおとりになって、これで Z 殴って一人殴ってもいいんだけど、うん、削れるわけねえ。よし、ロックオン。どこから？3踏もうとしたやつから死んでく。後ろ続かねえしな。あー、ダメだ。あー、へい、消えた。
教習機ねえわ。まあまた北のレーダー切れてるし。ダブルゼータ入れたら、ダブルゼータ。ああ、入れてもいいけどね。俺、銃撃乗らねえからな。基本。下手だもんね。うん。教習で近寄らないと、ね、当たんねえの。アイプロ。ああ燃えたー。もう最近燃やされるあれが多いわ。おいおい、逆に各機乱れてんぞ。この小規模だよ。ちょっと飛行ダメだ。拠点なくなった、うん、拠点なくなっちゃった。わ、行け行け、そのままシュート行け、決めろよ。決めたけどもう1分しかない。やるやんけ、やるやんけ、見せてくれるやんけ。でも負けなんだよな。ちょっとあれ書く、止めてたら勝ってたね。どれ、ちょっとこれはやらかしだわ。みんな悪い、これはみんな。全然気づかなかったわ、核来てんの。あ、抜けてる一人。オッケー。ジムヘッドもうちょっとブースト容量増やしてほしいわ。すぐオーバーヒするやつ。フルマスしようかな、フルマス。別に悪くはないけど、うん、だってめっちゃ楽しいもんこれ。ネットガンとあのビリビリ、また家殴られてんじゃん。絶対大将紛れ込んでるわ、この戦場。絶対大将紛れ込んでる。うん。うん。ちょっけど、そんなに言うほどは殴られてないね。ああ、また落ちる。中3になる。いいじゃん、サッカーって。よくない。召喚になりたい。召喚部屋に来たいとは。召喚飾りだ。じゃあ召喚持ってこようか。それはいい。それはいい。即答。うん。